はい、取ってきました。これ、だし巻き。これはね、3割引きやったんですけどね、買って買いました。普通3割引きやったら買えへんねんけどね、半額でないと買えへんねんけど。これね、なんかちゃんと自分のとこで焼いてるみたいね、一つ一つ鉄板で焼けましたみたいね、そういうのに弱いですよ。なんか手作りに弱いですよ。これはまあまあよう買いますね。これ結構ボリュームでしょ。普通よりちょっと上。他ね、なんか味の開きかな、味の開きみたいなとかね、あと鮭の西京漬けやったかな、中の味噌漬けみたいなやつ、あれとかがみんな半額やったんでね、買ってきました。だからあのまたチャンスがあればのチャンスやね。これね、また明日も忙しいねんな。ほんまやったら今日中に食べなきゃあかんやつでしょ、多分半額いうことだけど、今日はもうこれですやん。明日も忙しいねん。だからもう作られんかったらもうまたワイヤーするん。朝から晩までそうや。今日はね、言うてもまだ暇っちゅうたらないけど、今日は洗濯3回したぐらいやからね。3回洗濯してね、2回コインランドリーって乾燥させて、だから一部は家干しして、一部は全部乾かすみたいなね。だから結構洗濯も溜まっとったんでね。で、行ったらね、なんちゅったらいいかな、今時のコインランドリー言うたらね、なんちゅうかな、乾燥機でもなんか空気をなんとかしますってなんか10秒間か20秒間その乾燥機を空回りそれフレッシュにしますみたいな感じで、そういう乾燥機でもなんかそんなしてくれますね。ね、もし変な匂いやったらあれやいうことでね。で、普通の洗濯機の方もどうやったかな、なんかそんないいよりもここの共同洗濯機でもそんなありますね。なんかシャワーしますみたいなね。で、今日そのコインランドリー洗濯してコインランドリー行ったらね、それを何回も押してる人おって、その何時です、あ、洗濯機は洗浄しますや、洗浄しますって洗いよんねんね、そのしばらく。それ何回も押してる人ってね、あれ2回目ちゃうとか思うね、あれ3回目ちゃう、そんな顔とか見れませんやらしいから。明らかおばあちゃんやってんけど、
多分3回ぐらいしとったんちゃうかな、せんじゃん、まあ、その気持ちわからんでもないけどね、いろんな人が選択してきとるわけやからね。そのここでもそうですやん、ここ共同洗濯機なんでね、いろんな人が洗濯、いろんな人というか住人だけなんですけど洗濯するわけですやん。ほんなあで自分で洗濯機持ってる人もいっぱいいてありますね。自分で洗濯機持ってない人だけそういう共同洗濯機するんですけど、あのおっさんもこの洗濯機使うとるんやとかね、吉祥とかね、いやお前てめえが一番吉祥やろみたいな思われてるんやろうけど、まあそんなんでね、まあここはですね住人だけやからまだ100歩譲ってよろしいやんけどね、そこのコインランドリーってもいろんな人が使ってるわけですやん。だからなんでねそのおばちゃん何回も洗浄してるの気持ちわかる言うたらね、その私昔介護の会社行ってましたやん。ほんならなんちゅう最初の利用者さんってありますやん、その新しく利用者が決まった言うてね、でそうやってそこ訪問してどうのこうのいて、でこれからサービス始めますわいうとかありますやん。そういう時は大概パターン的にね、ものすごい選択があるんですよ。汚いとこ住んではるからね。でね、その汚い洗濯物をねどないしてるか言うたらね、大量のね、それも大量の汚い洗濯物をどないしてるか言うたらコインランドリー行っとるんですよ。ほんでその汚いもう洗ったらもう真っ黒になるようなね洗濯物をしてきて、まずそれをヘルパーが投げとるわけですやん。まあ汚い汚いってその洗濯してどうのこうのでそれコインランドリーですやん。だからその汚いの洗濯した後に生まれた私たちは知らんとやっていったらね、普通にその後にするわけですやん。だからねもうそんな話聞いとったらやっぱりコアってコインランドリーとは使われへんねんけど、やっぱりね背に腹は帰れん。私でもちょっと匂いますもん、こうやって乾燥機まあそれだけの話、自分の洗濯機欲しいわ。だから洗って、まあ、自分の洗濯機欲しいかな。せめてドラム式が欲しい。ドラム式かいみたいな死ぬまでにモテるかね、ドラム式。いや持つけどね、ドラム式なんか普通に金持ちしか持たれへんイメージやからね。ドラム式ね、昔はちょっと前やったなんちゅうの薄型のテレビね、モテる人は金持ちや思ってたけど、今はまあそれ持てません、安になったから。っていうか私は死んだ親父のを持ってるだけやねんけど、あと何や、贅沢品言うたらあれや、ウォシュレット。私まだ生まれてこの方はウォシュレットのある家に住んどらんからね。だから死ぬまでにウォシュレットになって、ドラム式の洗濯機を持ついうことかな、夢は。はい、なんじゃ。あと日の当たる家に住みたいかな。こう朝起きてカーテンパーッ開けたらなんか火がバーッと入ってね、
気持ちいいですよ。本日のまとめ、思い出した、思い出した、もう一個あった。ウォシュレットと、ドラム式の洗濯機と、あと、まあ、日の当たるベランダのある家と、もう一個思い出した。キングサイズのベッド。キングサイズのベッドでも、はい、以上です。では失礼します。昔ね、ワンルームに住んでる先輩とかの年上の人おって、ワンルームやねんけど、そのワンルームいっぱいいっぱいにベッドの人おってね、なんかそれめっちゃ憧れまして、ああ、なんてかっこいいなってね、はい。ということで、以上、失礼します。バイなら、バイじゃ。バイなら。See you. チャンネル登録お願いします。